正方形の区画の中に1枚この点がランダムに打たれていく様子。クラスターを見出すことができる。クラスター錯覚もしくはクラスターの錯覚とは、サンプル数の少ない場合のランダム分布において必然的に生じるストリークやクラスターをランダムなものではないとご判断することである。サンプル数の少ないランダムデータもしくはセミランダムデータにおけるバラつきの程度について、 人はそれを過小視し,しがちな傾向を持っている。それが原因となって、クラスター錯覚は引き起こされる。早くからこの問題に取り組んできたトーマス・ギロビッチによると、様々なタイプのランダム分布に対して、クラスター錯覚が発生するという。二次元データの事例を挙げると、第二次世界大戦時、V1 飛行爆弾が、ロンドンの地図上に描いた落下地点は、クラスター状になっている。 また、時間経過とともに上下する株式市場の価格変動にパターンを見出すこともその一例である。ロンドン内への着弾地点の分布状況について、ロンドン市民たちはいくつもの個性的な理論を作り上げたのであるが、1946年出版の RD ・クラークによる統計的分析によると、ロンドンへの V2 ロケットの着弾地点はランダム分布に一致している。 クラスター錯覚はホットハンドの誤尾が発生する根本的原因になっている。この点についてはトーマス・ギロビッチ、ロバート・バローネ、エーモス・トベルスキーが調査を行った。バスケットボールの試合ではシュートは立て続きに連続して決まるという見方が存在していてスポーツキャスターなどはこれをホットハンドを持っているというように解説するし、また ギロビッチらの調査でも多くの人がその見解を信じていることが分かっている。しかし彼らはその主張が正しくないことを発見した。彼らが収集したデータによると成功シュートの後にはビザであるが成功シュートよりもむしろミスシュートの発生確率が高い。原因の推論を行う時にクラスター錯覚のような認知バイアスがかかっていると テキサスの狙撃兵のコビューと呼ばれる錯誤に陥る恐れがある。パターン認識の錯誤についてのより一般的な形のものがパレードリアやアポフェニアである。これに関連したバイアスとしてコントロール幻想があり、クラスター錯覚はその原因になり得る。また、サンプルサイズの無視が発生する原因はサンプル数が少ない場合に人は大きなばらつきを予期しないことにある。 勝ち目が続く流れを誤解するギャンブラーの語尾も認知バイアスの一つである。ダニエル・カーネマンとエーモス・トベルスキーの説明によると、このような錯誤は代表性ヒューリスティックが原因であるという。A.B. ギルビッチ、トーマス、How we know what isn't so, the Followability of Human Reason in Everyday Life, ニューヨーク。 ザ・フリープレス、ISBN 0から02から911706から 2AB コンネマン、ダニエル、エモストベルスキー、サブジェクティブプロバビリティ、ージャッジメントオブレプリゼンティティベネス。コグニティブサイコロジー3、430-454、ドイ、10.1016-0010から02859-0016から、3、クラーク、 RD, an application of the Poison Distribution.Journal of the Institute of a c t, PS, t u a、e、r i e s 72-481-https, www.actueries.org, UK, Documents, Application Poison Distribution, Gilevich, 1991p19 森 Kentaro, Seeing Patterns. 2012年3月3日へずらボミングロンドン。2012年3月3日へずらティアニー・ジョン・シー・エーパターン・オン・ウォール・ストリート。ティアニー・ラブ。 http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008//10/03/see-pat-t-er-n-h-e-slash2012 年3月3日閲覧ギレビッチ、トーマス、ロバート・バロニー・エモス・トベルスキー、ザ。 ホットハンドインバスケットボールオンザミスパーセプションオブランダムシーケンシーズコグニティブサイコロジー17 295314ドイ10.1016 0010から02859 0010から6オリジナルのジャニュアリー13 2012時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 1 1 3 0 0 3 9 5 h t t p w w w s i k e c o n n e l e d u s e x p u b p e o p l e t d g 1 g i l o v a l l o n e t u b e r s k y p d f ありがとうございます。